皆さんこんにちは。子役時代から高い演技力が注目を集めてきたキム・セロン。その一方で年を重ねるごとに顔立ちが変化し、整形疑惑も浮上しました。さらに2022年5月には泥酔状態で車を運転し、飲酒運転で摘発。それによって現在がヤバすぎると話題に。ということで今回はキム・セロンのプロフィールや出演作、整形疑惑や飲酒運転などについてまとめてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。ハングル表記、ニックネーム韓国のダコタ・ファニング、生年月日2000年7月31日、身長168センチメートル、体重48キログラム、血液型 B 型、星座獅子座、出身地ソウル特別市、趣味ウェブトゥーン、読書猫、釣り、事務所ゴールドメダリストエンターテインメント、学歴中央大学校演劇映画科在学中、家族構成両親妹2人、9歳の頃から女優を始め、カンヌ国際映画祭に韓国の俳優史上最年少で招待されたこともあるキム・セロン。妹のキム・アロンとキム・イェロンも子役として活動しています。キム・セロンは子役時代から活躍していますが、その一方で悪質ないじめにあったことも多く、小学校は3回も転校。また高校はソウル公園芸術高校に進学しますが、中退をしてその後高卒認定試験に合格しています。そんなキム・セロンのデビューのきっかけ、2001年、1歳だった頃に赤ちゃん雑誌アンパンの表紙を飾り、芸能界デビューをしたキム・セロン。その後1000人の中から映画冬の小鳥にキャスティングされ、子役デビューを果たします。この作品は韓国とフランスの合作映画であり、キム・セロンは韓国史上最年少で第62回カンヌ国際映画祭に特別招待されました。ちなみにキム・セロンが子役を始めたきっかけについては明かされていませんが、妹2人も子役をしている点から両親のアドバイスによって演技を始めたことが推測できます。またキム・セロンは幼い頃からシリアスな役柄を演じることも多かったですが、実際の性格はとても明るいのだとか。私生活ではダンスや歌を得意としており、みんなでワイワイ盛り上がることが大好き。後ほど詳しくご紹介しますが、レッドベルベットのイェリやチョンソミ、元 CLC のドンウンビンなどアイドルと仲が良く、飾り気のない性格で多くの友人たちに愛されています。子役時代から培った経験を生かしながら、撮影現場では気楽に接することができる雰囲気を出す一方で、先輩や後輩にも気遣いを忘れない性格と言われています。子役時代から数多くの作品に出演してきたキム・セロン。中でもその演技力が高く評価されたのが映画アジョシです。この作品ではウォンビンと共に主演を務め、大韓民国映画大賞新人女優賞を史上最年少で受賞。ウォンビンは子供の前でタバコを吸うわけにはいかないと、キム・セロンとの共演をきっかけに禁煙したと明かしています。また現在はネットフリックスドラマ猟犬たちの公開を控えていますが、後ほど紹介する飲酒運転問題によって出演分が一部編集されることが決定しています。ちなみにキム・セロンは人気アーティストたちのミュージックビデオにも出演した経験があります。2014年に発売されたブラック B ジャックポットでは、キム・セロンの演技が楽しめるためぜひチェックしてみてくださいね。さてここからは気になるキム・セロンの熱愛説を調査。理想のタイプは、早速見ていきましょう。これまで数多くの作品で人気俳優やアイドルたちと共演してきたキム・セロン。飾らない性格から男性の友人が多いことでも知られていますが、これまで信憑性のある熱愛説が浮上したことはありません。共演をきっかけに本当のカップルみたいと噂されることはあったようですが、熱愛説になるほどの相手はおらず、過去にはインタビューでまだ本当の恋愛をしたことがないと明かしていました。ちなみに理想のタイプについては、自分が好きな仕事をしてほしいと仕事熱心な男性が好きと説明。その一方では甘いロマンチックな恋愛がしてみたいとも明かしており、
人並みに恋愛に対して興味はあると語っています。顔が変わった。キムセロンに二重整形疑惑が浮上。子役時代から活躍し多くの方に愛されてきたキムセロン。その一方で顔が変わったと言われることも増えてきました。特にここ数年は二重整形疑惑が浮上。幼少期は少しきつい印象の目元だったキムセロン。しかし年を重ねるごとに印象が変わり、現在はパッチリとした二重になりました。もともと奥二重だったキムセロンですが、今の目元はしっかりとした二重幅がありますね。そのため整形を疑われることも多いようですが、これまで整形について言及したことはありません。目元がかなりパッチリしている日もあれば、昔のように奥二重に見える日もあるため、アイプチやアイテープなどで二重を作っている可能性もあり、つけまつげによって二重がはっきり出るタイプとも考えられます。そんなキムセロンは2022年5月18日ソウル江南区の路上で飲酒運転による交通事故を起こしました。この日の朝8時頃、蛇行運転をしているという通報が相次ぎ警察が出動。キムセロンは泥酔状態で車を運転し、道路脇の変圧器やガードレールに何度も衝突。この事故による怪我人はいませんでしたが、変圧器の破損によって周辺の商店などではレジが使えなくなるなどの不具合が発生。一般人の女性の友人が同乗していたようですが、これまで優等生のイメージしかなかったキムセロンだったため大きな衝撃が入りました。その後キムセロンは飲酒運転の事実を認め謝罪。なお出演予定だったドラマトロリーからは降板することを発表し、被害に遭った周辺住民らへの補償も検討しているということです。さらに芸能の裏大統領と呼ばれている YouTuber イジンホがキムセロンについてあるとんでもない暴露をしています。3月14日芸能記者出身のイジンホは自身の YouTube チャンネルを通じてカフェバイトの実態、キムセロンの財産はどれくらいだろうかというタイトルの映像を公開。まず最近話題になっているキムセロンのアルバイト写真についてイジンホは、キムセロンが他の場所で一時的なアルバイトをしたことはあるが、今回キムセロンが投稿した写真のカフェではアルバイトをしていなかったとし、カフェの関係者から直接アルバイトをしたことはないと聞いたと伝えました。このカフェではキムセロンの友人 A さんがアルバイトをしていたことが明らかになっていますが、A さんはキムセロンと共演経験のある俳優と説明。続けて A さんがこのカフェでアルバイトをしていた当時、キムセロンが一度遊びに来たことがある、おそらくその時に撮影された写真だとし、撮影時期はわからないが A さんもすでにアルバイトを辞めていると付け加えました。一方でイジンホはキムセロンが本当に反省しているのか疑問に思うとし、昨年5月18日に飲酒運転を起こした後、有名男性 BJ の家で飲み会をしていたと暴露。これについて芸能人として復帰をするつもりなら真面目に自粛をしなければならないと述べました。さらにキムセロンは飲酒運転で被害を受けた方に賠償金を支払い、生活に苦しんでいると報道されていますが、これについては事実だとし、キムセロンは自宅も賃貸で会社もリースだと聞いていると主張。この点については所属事務所も先日、マンションは所属事務所の名義で賃貸したものであり、事故車両が唯一の財産だったと述べており、賠償金を事務所が肩代わりしているため生活が苦しい状況と伝えていました。キムセロンの今後の動向に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。